オリックス先発が井川、巨人先発沢村で始まったゲーム。オリックスの先制点は4回、まずはロペスがツーベースでチャンスを作ります。その後ボーカーのセカンドゴロなどもありまして、ロペスが三塁へ。でこのセカンドの守備が出ました。オリックス守備の乱れがありまして巨人が先制です。そして先ほどヒーローインタビューの中でも出てきました、この坂口、プロ初ヒット初タイムリー。皆さんこれ嬉しかったでしょうね。嬉しいでしょうね。智弁和歌山出身の坂口が地元関西で打ちました。2点を先制したジャイアンツ、5回も追加点です。寺内、2塁にいるランナーを坂本の内野ゴロで進めて、でこの浅いセンターフライ。ただまあ工藤さんは坂本のセカンドゴロの時点でも勝負あったなんだっていうね。そうですね、まあ、ああいうことをね簡単に やってしまうっていうところがやっぱりジャイアンツの強さかなと思いますね。そうですね、はい、でその後今日の沢村は有田さん3点で十分でしたかね。そうですね、はい、今日はもう前半からあのボールに低め集まってたし、はい、球走ってましたよね。結局ですから終わってみれば先頭バッターも出さずに三塁も踏ませず5安打完封でした。伊藤にヒット浴びたシーンもありましたが、最後まで自分でボールを処理しての完封勝利、5安打完封。1ヶ月半ぶりの今シーズン3勝目を手にした沢村でした。